1989年の世界ラリー選手権は FIA 世界ラリー選手権の第17回大会となる。全13戦でタイトルが争われた。前年に比べるとオリンパスラリーがスケジュールから外され北米大陸でのイベントがなくなりラリーオーストラリアが加えられた。例年と異なる点はスウェーディッシュラリーとラリーモンテカルロの開催順が入れ替わり、 スウェーディッシュラリーが開幕戦となった点であった。マルティーニ・ランチアのシーズン支配は3年目となった。開幕から6連勝し、圧倒的な強さでマニファクチャラータイトルを獲得した。ミキビアシオン、マルク・アレン、ブルーのサビーがチームに戻り、ディリエ・オリオール、ミカエル・エリクソン、ホルヘリカルデも活躍した。チームはシーズンを通じて、ランチア・デルタ・インテグラーレを使用した。 サテライトチームのジョリークラブもデルタを使用し、アレックス・フィオリオ、ダリオ・チェラートを起用した。マニファクチャラーズランキングでもランチアのドライバーが上位を占めた。ビアシオンはシーズンを支配し、タイトルを獲得した。彼は WRC における二人目の2年連続チャンピオンとなった。2位のフィオリオとは大きな差がついた。3位にはトヨタのユハ・カンクネンが入った。 4位はエリクソン、5位にオリオールとトップ5のうち4人がランチアのドライバーであった。トヨタチームヨーロッパは唯一ランチアに挑む勢力であった。元チャンピオンのユハ・カンクネンと唯一のグループ A 勝者のケネス・エリクソンに加え、スペインの新生カルロス・サインツを擁し、トヨタセリカ GT4 を投入した。3名はシーズンを通じて成功したと言えるが、 ランチアの早々のシーズン支配に対抗することはできなかった。カンクネンはランキング2位に挑んだが結局3位という結果を受け入れなければならなかった。エリクソンは6位、サインツは8位という結果であった。開幕戦スウェーデンでマツダラリーチームヨーロッパがスウェーデン人ドライバーのイングバー・ガールソンで勝利を得たもののその成功は続くことなくマニファクチャラーズランキングでは3位と なり、カールソンは、ドライバーズランキング7位となった。三菱ラリーアートヨーロッパは、ミカエル・エリクソンとペンティアイリクからにギャラン、VR ・ v r 4を託した。エリクソンは1000個で勝利したが、彼にとってはランチアをドライブした前線のアルゼンチンに、次ぐ勝利であった。これは異なるコンストラクターで連勝した初の、ドライバーという記録を彼に与えた。三菱は、マニファクチャラーズランキング4位となった。 アウディクアトロはシーズン序盤プライベーターの手によって引き続いて競争力を保持していた。アウディは結果としてマニファクチャラーズランキング5位となる。シモンレーシングのルノーゴ GT ターボはアラン・オレイユの手によってコートジボワールで優勝し、オレイユはドライバーズランキング10位に入った。1989年シーズンコンストラクターズポイントが与えられたイベントは13。 戦中10戦と前年に比べ縮小した。スウェーデン、コートジボワール、ニュージーランドはドライバーズポイントのみが与えられた。ABC ドライバーズタイトルのみ。ありがとうございます。